関連で島田義さんのツイッター、国会に議席を持つ政党の中、女性や子どもに害をなす LGBT 利権法案に党として反対をしているのが誕生間もない参政党のみとは、日本政治の迎合体質は実に抜き難い。いかがでしょう。いや、本当におっしゃる通りですね。で、それで、なんだろうな、この迎合体質でもあるし、本当に各政党すべて、まあ、勉強不足ですよ。要するに、一部の活動家が、ギャースかピースか言ってることを真に受けて、いろんな政党に配慮してるっていうふうにアピールすれば票が増えるみたいなですね。非常に安易な形で、この問題一生懸命こう推進のアピールをしてるわけですね。だけど、本質を捉えれば、今、島田、教授がおっしゃっている通り、単に、まあ、国内の、まあ、被害と分裂と、あるいは、変なこう過激な、まあ、破壊活動家に、まあ、破壊活動の、根拠、まあ、なんだろうな、根拠を与えるだけのとんでもない法案であるということを、どの政党もきちんと政党として理解しきれていない、まあ、勉強不足の、功利心と利権と、だけの人たちが、少なくともマジョリティ、各政党すべてそうだ、参政党以外そうだっていうことですよね。本当に恥ずかしい国会ですよ。恥ずかしい国会議員たちですね。これちょっと島田義さんのツイッターもですね、ちょっと実は僕は違うような気がしています。それはなぜかというと、参政党さんが反対をしていた法案というのは、法案の条文の中に性自認という言葉が入っていた条文案なんですね。で、だから立憲民主党も賛成をしていたということになります。で、今、出てきた法案の条文の中には、2年前、立憲民主党さんがあれだけこだわっていた性自認という言葉が、性同一性に変わってる。だから変わったことによって、今、立憲民主党も、ちょっとこの法案には賛成できないなという、そういう雰囲気になってるんですよ。からここは一つ僕らもちょっとこう頭の切り替えをしなきゃいけない節目でしてね、参政党だけじゃないんですよ、今のところ。立憲民主党もちょっと賛成とまでは言ってないです。で、僕らはやはりここで、例えば立憲民主党のね、西村智奈美さん、ね、2年前、あれだけその性自認という言葉にこだわりを持たれた。まあ、結果、まあ、自民党の総務会で2年前は潰したんで、野党審議の書状に上がることもなかったんですが、今回は上がっちゃう可能性があるんで、西村智奈美先生、これ性自認という言葉じゃなくて、性同一性という言葉で立憲さんは本当に賛成していいんですかと、こういうね、世論を作っていかなきゃいけないと。ですから今、対象となっている法案の中には、性自認という言葉がないんです。だから参政党さんだけじゃなくて、まあ、残念ながら自民党と公明党は賛成するんでしょう、この法案に関してはね、採決ではなくね。でも参政党と、あと、まあ、維新にも同じことを言いたいですよね。維新さんも野党も全員一致して賛成したのは、あれは性自認という言葉が入っていた文章ですよね、と。まあ、こういう部分でね、ちょっとこう、僕別に島田先生に 全面否定するつもりはないんですけども、ちょっとそこだけは正確に補足をさせていただきたいなと思っております。また参政党さんに、なんかいちゃもんつけるつもりも全くありませんのでね。はい。それでなんか補足ありませんか？いいですか？次行って。後で、どうぞ。はい。この直後に公明党さんの話出てきますかね。公明党は賛成ですよね。
いや、だから公明党が賛成したの、うん、賛成するにあたっての、確認事項っていうのが この記事、これから出てきますか。出てくればその時に言いますけど。ね、出てこないですね。来ないの？うん。そしたらですね。あのね、はい、実は、金曜日に、まあ、強行に一任という形をした後にですね、一任された後、どういう修正が行われるのかっていうところが、実は精神の時にも、今日ですね、総務会の前にも出てこなかったんですよ。これもまたね、今までないことなんですけど、最終的に期間決定した後に出てきたんですけど、ほとんど文言は変わってなかったですね。ですから多分これは自民党のたしなみとして、形式的にはこれから与党責任者会議を行うんでしょうけども、公明党さんとすり合わせをしてないはずはない。ですからこれからなんかちょっとそういう修正というのは、形式的なもので握っているものはもう今あるのかもしれませんけども、まあ、一般論としてはなかなかこうありえないのかなっていう、そんな状況ですね。公明党さんはですね、党内手続きを終えて、これね、まあ、その自民党案に賛成するのかな。で、ちょっと私もこれ、ちょっと今、パッと記事が出てこないと、もし間違いを言っているとね、間違えている可能性もあるという、一応、正しを入れてから言いますけど、公明党の中では、性自認と性同一性は英語にすると一緒だから、内容に変更はないと。で、それから、不当な差別とか、差別というのも、まあ、これは言葉 の本質的な意味には違いがないので、元 の、 その、うん、賛成していた内容と変更がないから賛成っていう理由で賛成 しているそうなんです。うん、そうですね。はい。となると、つまり、まあ、我々はずっと議論してきた通り、性同一性と性自認は違うんですよ。同一性って言ったら、まあ、医学的に、例えばその検証可能だとか客観的に第三者から見て判別がつくけど、自認というと本人の意思の問題になっちゃうから、はい、要するにそこで大きく違うんですよということを我々は、まあ、指摘をしてきましたけれども、そうですね、英語にするとね、まあ、ディスオーダーって言葉を取っちゃうと、性同一性障害、障害、ディスオーダーっていうところを取っちゃうと、英語だと同じになっちゃう。だから、はい、ジェンダーアイデンティティでね。だから、同じなんだというふうに主張するとなると、実は英語が一緒ならいいじゃないかと言って、立憲とか共産も、そういう公明党と同じ理由付けで賛成してくる可能性が出てきて、はい、でそれで賛成しちゃったから、同じ意味なんだ、英語で同じ意味なんだから性自認が認められたんだっていうふうに言い出すという恐れが十分にあることを、まず公明党が確認をしたっていうことですよね。うん、まあ、これはもう前、僕がまるまる指摘した内容ということです。まあ、おっしゃる通りですね。ただ西村智奈美さんご自身は言葉、つまり条文の言葉に、どこかこだわられているという部分があるんで、うん、まあ、とにかく西村智奈美頑張れって応援をしてあげてください。皆さんよろしくお願いします。はい、5番参りましょうか。はい、これ吉田議員がちょっとツイートされてらっしゃるんで、ちょっと、はい、ご紹介と合わせてコメントもいただけますか。はい、5番目は、はい、山口典之、ジャーナリスト、まあ、山口先生が自分のチャンネルでですね、はい、まあ、公開質問状ですよ、岸田総理への公開質問状、はい、6点 6つの質問を投げかけた、まあ、これ短い動画なんで皆さんもご覧いただくといいとは思うんですけれども、いくつも、その本質的な質問を、しているんですね。まあ、まあ、1個目の質問は、岸田総理は、最初にですね、自分の任期中に LGBT 法を、まあ、やることはないって断言してたんですよ。で、それがなぜ
変わったんですか、答えてくださいって質問が第一の質問だったんですね。はい。はい、で、その他もいろいろクリティカルな質問をした後で、最後、この、ことにもあります通り、6番目の質問。要するに、安倍総理に対しても LGBT 法をやらないと、亡き安倍総理に約束をしたという事実はありますかと、はい、という質問で締めくくられる6つの質問をして、公開質問上で出しているんですね。で、まあ、岸田総理は、この安倍総理遭難の事件を聞いたときにですね、殺された事件を聞いたときに、涙を流してですね、個人の意思を受け継ぐと、まあ、このようにおっしゃったわけですよ。で、その時の、まあ、なんだろうな、思いみたいなものを、ちゃんと、持っているのかいないのかということを、まあ、お聞きになっている、まあ、この質問で、ぜひね、私も、この、まあ、ずっと取材を重ねてきた山口ジャーナリストがですね、知っている、まあ、岸田総理の、言動について、ぜひ、岸田総理にはお答えをいただきたいなと思います。そうですね、私もこの動画拝見しました。まあ、皆さんもぜひ視聴してみてください。で、まあ、6つの字の中の1つの質問にね、こういうのがあるんですよ。自民党の LGBT 関連合同部会で反対意見が多数であるにもかかわらず強引に委員長、まあ、委員長というか部会長一人を取り付けた形が作られました。多数決という民主主義の根本ルールを踏みじる暴挙を自民党総裁としてどう受け止めますか、それとも岸田首相自ら古谷啓二氏と新藤義孝氏に指示した結果の暴挙ですか、強引な党運営を総裁自ら指示しておきながらその責任を同僚議員になすりつけて沈黙しているのは卑怯ではありませんかと、なかなか辛烈な質問なんですね。そうですね。でね、実はこの質問っていうのはね、まあ、僕はひな壇の先生方にも徹底的に聞いてみたい思いでいっぱいなんですよ。で、木内稔事務局長はですね、これに対しても大反対だったわけですけども、やはりひな壇のたしなみとして平場では、まあ、そういう発言はされなかったと、まあ、裏で相当お話をされていらっしゃる、まあ、これはまあご本人にいろいろとね、聞いた方々のお話ですんで、まあ、お立場がね非常に微妙な部分がありますので、でただね、まあ、いろんな登場人物の方おられますよね。で、今日もご自身の SNS やあるいはブログ等々で、今回のこの一連の大騒動について、まあ、動画であるとかテキストであるとか釈明をされている議員たくさんいます。しかしね、今私が紹介したこの決め方っておかしいだろうっていうこういう問いにね、答えてる議員は一人もいない。僕ら何が起こってるかって言ったらそこのとこなんですよ。我々の反対意見が少なくて賛成意見が倍以上だったら僕らも心を収めますよ。だけどいろんなね、釈明の文章があるんですけれども、まあ、この山口さんの質問に真っ向からちゃんと答えている議員は一人もいないので、まあ、ぜひ岸田総裁においては自民党のプレゼンスがね、もう地に落ちてますよ。評価がこれをね、引き上げるためにもね、あるいは国民の皆さんに理解増進ですから法案の中身もそうだし、取り決めたこの運用のね、経緯についてもね、ぜひ率先して、理解増進をね、実行していただきたいなというふうに思います。6番参りましょう。カエラギさんのツイッター、これ僕びっくりしたんですよ。子供集めてどんな教育してんだよ、これ全国で税金やるようになるんだぞ、税金で。これちょっとスタッフさん、このチラシだけクローズアップできますか。これ私ちょっと調べてみたんですけど、ニジーズっていう、まあ団体があるんですが、男子とエッチすることのある男子集まれと、性について学んでみようと。
大阪の堂山にある HIV の啓発センター、ニジーズのコラボ企画です。啓発センターとですね。で、男子とエッチをすることのある男子で、23歳以下の人が対象です。ディスタは堂山にあるセンターで、コンドームが置いてあったり、イベントなどのチラシがあったりします。行ったことのない人は行ってみる。きっかけにしてみてね。ディスタへのアクセス。このチラシ見たときにね、私もゾッとしましたけど、吉田議員、このチラシ見た感想を聞かせてもらえますか。いや、私ははっきり言ってね、こんなことを税金でやるのは僕はおかしいと思いますよ。ねえ。あの、もうそもそも、なんて、もうね、まあ、なんて言ったらいいかな。ちょっといろいろ、まあ、最近のその風潮っていうのが恐ろしくて、当たり前のことを言うと差別主義者だとかね、あの、はい、当たり前のことを言うと叩かれるっていう恐ろしい世の中になってきて、あの、うん、であるいはもう番組に迷惑をかけてなんかバンとかされても困るんですけれども、あの、うん、まあ、とにかく性をどういうふうに考えるか捉えるかっていうことについて、あの、まあ、ある意味こう強制ですよね。あの、こういうふうに考えてはいけない、こういうふうに考えなければいけない、その多様性と言いつつ、あの、人によってやっぱり好き嫌いとかいろんなものあるんですけど、その好きって言わなきゃいけないみたいなですね、あの、まあ、他のところで私、あの、これ紹介してくれっていうツイートがあるんですけれども、後で出てくると思いますけれども、例えば、あの、フランスでですね、あの、LGBT の支援、LGBT 支援の、まあ、その、揃いの、その、まあ、シャツかなんかを、着ることある、その、サッカーチームかなんかに、まあ、フランス政府が、まあ、簡単には、強制していて、で、あの、その上を着るのを嫌だと、言った、選手にですね、フランスのスポーツ大臣、まあ、女性のスポーツ大臣がですね、厳罰に処せと。こういうこと言ってるんですね。で、多分 日本でも LGBT 法が通ると、あの、そういうふうになるんですよ。で、私はそれについて、理解をするだけでなくて、なんで支援までしなきゃいけないんですかと。なんでそれを支援までしないと、あの、厳罰に処されるんですかと。いうことを投げかけているんですけれども、もうね、理解増進だとか、あの、ちゃんと知ってねとか、そういうことじゃなくて、支援が強制されて、それを拒否すると厳罰に処される世の中になっていくんですよ。差別主義者だとか言って。もう、要するに世界中で起きていることを、日本では、それはもうそれぞれの好き好きですね、ということを、もう、あの、わざわざ、あの、嫌だとかね、気持ち悪いとか、あの、いうことを思っても言わないっていうことじゃなくて、あの、嫌だとか気持ち悪いと思っても大好きですって言わないと罰せられるって、それってね、内心の自由が侵害されてるわけですよ。と、私は、あの、このチラシなんかを見ても思います。そうですね、まあ、ちょっと40分になってしまったんで、まあ、あの、次のセッションにしたいと思いますけれども、やはりね、これ、まあ、例えば男女間の秘め事と同じでですね、ただでさえ性教育っていうのが難しい中で、もっと難しい LGBT 教育というもの、果たしてこういう形でのね、あの、理解増進とはいえ、啓蒙活動をね、するのはね、ちょっといかがなものかなということだけは言わせていただきたいなと思います。なんと2500人を超える方に、あの、ご視聴をいただきました。皆さんどうもありがとうございました。それでは一般公開ライブ以上とさせていただきます。引き続き、メンバーレベル2、月額390円ご登録の皆さんと23時まで、過ごしたいと思います。一般公開ライブご視聴の代の皆さんどうもありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。どうも失礼します。